はい、今日は DJ になりますね。まあ、DJ 一体何なのかって感じですよね。でまず裏面を見ていくと3年前のポリバッグっていうことなのでまだ新しい方ではありますよね。まず土台があるようですね。そしてこの DJ、なかなかいいキャラしてましたよね。まあ、結構いいやつに見せかけて、まあ、海外ドラマとか映画ではよくあるパターンなんですけど、最後しっかり裏切って、まあ、映画を盛り上げるっていうような感じではありましたよね。まあ、正直 DJ って言われないと、まあ、わからないですよね。まあ、このキャラクターだけではなくて人間タイプのキャラクター、まあ、全般的にそうだと思います。キャラクターの個別の名前を言われないとちょっとわかりにくいのかなって感じですね。ちなみに後ろの顔はないですね。ちなみに1000円ぐらいで購入しました。まあ映画の内容と人気、そしてレゴってやっぱ比例するところがあるんですかね。やっぱり映画が映画っていうだけあって、このポリバッグ自体も全然高くもなかったですね。はい、今回は DJ のご紹介になりました。ご視聴いただきありがとうございます。